はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、明日2月24日金曜日が更新日なので、えー、そちらの更新予想をやっていきたいと思います。まあ、イベントとしてはね、次の月曜日かな、えー、週明けの27日が限定更新になりますので、まあ、そこまでの短期イベントですね。はい。何が来るかというところが、多くの注目を集めてるんじゃないかなと思います。まあ、ここね、結構期待できるかもしれないですね。どうなんですかね。はい。まあ、短期イベントではなりますけれども、 3日間、まあ土日しっかりね、挟みますし、まあ結構ね、めっちりやれる人も多いんじゃないかなと思うので、まあ今ね、ビクロはちょっと平日なんでなかなかちょっとね、まあ今日祝日ですけどね、それこそね、うん。まあ今日結構頑張る人もいるんじゃないかなと思うんですけれども、まあやっぱりね、3日のうち2日、まあ土日で休みの人もいるでしょうし、まあここね、結構いいイベントが来るとこなしやすい。はい。非常に、まあそういった感じになってるかなと思います。 であとはまあね、何が来たら熱いのかっていう話とかもちょっとしたいと思いますし、まあ今日は主にね、もうイベントの話ですね。はい。まあ選出以下はなさそうなのでさすがに。もしかしたらガチャとかはね、ちょっとあるかもしれないですけど、多分まあないんじゃないかなと思うんですけど、まあそこも含めてちょっとお話できたらなと思います。 はい。ということでね、早速、更新の注目ポイントを申し上げていきたいんですけれども、まあ、先ほど言いました通りね、まず1、まあ、イベントですよね。うん。まあ、ここが全ての更新なような気がしますね。まあ、あとはそのね、まあ、普通のあの、イベント以外に、まあ、その他イベントで何が来るかというところでね、まあ、そこもちょっと含めて、まあ、大きく今回はね、2つお話ししていけたらなと思います。はい。ということで、じゃあ、まずイベントについてのお話なんですが、今日はね、みっちりとね、イベントの、 についての、まあ、話に時間が取れるということで、まあ、しっかりね、お話ししていきたいんですけど、まあ、結構このタイミングでね、まあ、候補に上がりやすいイベントは2つ。まあ、もうアディチャレかユニコレかじゃないかなと思うんですよね。うん。まあ、理由としては、まあ、ビクロはね、今あってる。で、まあ、え一、ー、平君はちょっとね、3日だと、まあ、なくはないですけど、 ちょっとやっぱ足りないかなって。やっぱ4日とか、まあせめて5日とか、まあそういうイベントだし、まあ一平くんがまず来るんだったら、もうビクロのタイミングから来てるかなと思うので、まあそこもちょっと可能性としてやっぱ薄いかなっていうところがまず一つですね。はい。ってなると結構まあ絞られてきまして、ブラリもちょっとまだ早いかなっていうね。うーん。まあ年末にありましたけど、まあブラリもね、そんなに頻繁に来るイベントじゃないですから、まあ半年に1回ぐらいかな、多くてもね。うん。まあそんな感じだと思うので、まあそこもちょっと除外して、まあ 単純にレかかユニコとというころですねこの2つどちらかでおそらく来るんじゃないかなという話なんですけれどもここからねもう少しね絞っていくとしたら一つそうですねさっきもちらっと触れたんですけど重要なポイントがあるとしたらここですかね今回の予想注目としてはやっぱ日程的にね土日またぎなことですかね。 で、これ、土日またぎがなんでそんなに考えないといけないのかというと、基本的にね、まあ、イメージですよ。イメージというか、まあ、多いんですけど、ユニコレって結構、うーん、まあ、土日またぎではまあ来るようなイベントじゃないですよね。どっちかというとね、平日埋めてくるようなイベントの可能性というか、まあ、そういったところの、まあ、なんていうかな、役割と言いますか、まあ、そういったのが結構強めなイベントのイメージがあります。 で、対して、まあ、アディチャレは結構そうですね、平日3日間とかもあ,ありましたけど、どっちかというと、まあ、土日とかしっかり挟んで、まあ、時間を取ってくるようなイベントのイメージがやっぱりあるということで、まあ、どっちかというと、この、えー、条件下で行くのであれば、やっぱ、まあ、ちょっとね、あのー、アディチャレの方がちょっと強いんじゃないかなというところも踏めますし、 まあただユニコレが全くないわけではないです。まあユニコレの可能性も十分にあるんですけれども、まあ結構確率的には、まあ、それを入れてもまあトントンぐらいかなと思いますね。やっぱりね。うん。まあどっちがめちゃくちゃ強いとか、どっちが優勢とかはそんなに、まあ、なさそうなタイミングの更新となってるかなと思います。はい。ということでね、ただ結局、まあどちらかで絞っていくんですけれども、まあね、ここでのまあ申し上げた理由。 まあ、りますし僕のちょっとした希望も入ってるんですけど、まあ、イベント予想としてはね、うん、アディチャリ予想とさせていただきたいなと思います。まあ、ここはやっぱり、まあ、アディチャリ望んでる人もいるでしょうし、ただ、アディチャレが来るとね、結構、まあ、今、ビクロとか頑張ってる人もいると思うんで、うん、まあ、そこ含めてね、結構大変な、また、結構やり込む人やり込むと思うんで、まあ、結構バタバタすると思うんですけど、まあ、更新前とかね、結構、その、まあ、27が限定更新なんですけど、 更新前っていうのは結構ガチャチケとか、まあガチャチケじゃない、ガチャ券ね、とかのドロップオーイベント。まあ一平くんとかもそうですし、まあアディチャレとかもそうなんですけど、まあそういったイベントをね、結構積極的に起用してくる、まあ最近の傾向もあると思うので、まあそういったところも含めてね、まあアディチャレがちょっと強めじゃないかなと予想させていただきたいと思います。まあ来たら暑いですね。はい。でなんですけど、まあその他イベントについての話をちょっと最後にさせていただきますと、 まあさっきのね、そのアディチャレなりしユニコレ、まあユニコレの可能性もあるんですけど、そこにも付随するようなイベントとしては、まあちょっとね、前の更新とこで触れましたけど、まあチャレマのグローリードロップ率アップは来るんじゃないかなっていうところで、まあここは予想しやすいかなと思うのと、あとね、25日から抽選会があるんで、まあこれも含めてね、まあ新イベまあ新イベントと言っていいかもう告知が来てるんで、まあなんとも言えないですけど、まあイベントはね、あるので、まあちょっとね、はい、楽しみは増えるんじゃないかなと思います。 まあ、ドロップ率アップ、まあ、3日間にはなると思うんですけれども、まあ、この3日間ね、もし来た時は、しっかりと活かしてね、こう周回しておきたいですね。うん。もうすでにね、J リーグも開幕しまして、まあ、まだ開幕節しか行ってないですけれども、まあ、その中でね、目立った選手も結構いましたね。で、そんなにグレード高そうじゃない選手とかが目立ってたのも結構印象にあったので、まあ、そういった選手を積極的に周回する機会にしたりとか、 というのはありなのかもしれないですね。うーん。まあなかなかね、その、やっぱ開幕前と今じゃ、ちょっとデータがね、揃ってます、揃ってというか、まあちょっとね、見えた、来たところもあると思うので、まあそういったところをしっかりと活かしてね、来年にぜひ、えー、2023シーズンに向けてね、しっかりと準備できるように、皆さんね、もし来たら、あの、しっかりとグローリー集会頑張っていきましょう。はい、ということで今日はね、まあ明日の、 24日更新のお話をさせていただきました。まあイベントが何来るかとそれに付随して何か来るかというところでね、まあイベント関連で注目してみていただければなと思います。まあ一応24日もね、更新明け、えー、更新内容チェックの、まあ動画ね、いつも通り上げたいと思いますのでそちらもね、ぜひよろしくお願いします。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。